こんにちは。肝臓の働きってたくさんあって、たくさん覚えなきゃいけないので大変なんですけども、肝臓の働きは逃げた子豚って覚えるんですよ。逃げた子豚、この子、子豚さんが、可愛いですが、子豚さんが逃げていくのでございますね。まず肝臓の構造ですけれども、肝臓の位置はよろしいですけど、この辺に、ありますけれども、殴られるとむちゃくちゃ痛いでございますけれども、肝臓の中にはですね、消化管から、吸収された栄養分を含んだ血液が肝門脈というところを通って入ってきます。これ消化管から来るんですけども、こちらからからね、こう腸の中で吸収された栄養分やなんかがこの肝門脈というところを通って肝臓の中に入ってくるんですね。もちろん心臓から直接やってきた肝動脈というものも、肝臓の中に入ってまいります。で、肝臓の中で処理された後、血液は、肝静脈から、いや、下大静脈から、心臓の方へ戻っていきます。この中で作られた、胆汁ですね、後で出てきますけれども、胆汁は、逆の流れを通ってこう胆管というところを通って胆道に溜められて、この後十二指腸へ分泌されていきます。これらの働きをしている、細胞の集団、肝小葉と言うんですけれども、この肝小葉のなの中に、肝細胞というのがありまして、ここに、先ほどの、肝門脈から来た血液と、それから肝動脈から来た血液が、流れ込んできて、その流れ込んだ血液の結晶成分が、肝細胞の中でいろいろ処理をされるわけでございます。赤の方ですね。これが1個の肝小葉、でかいですけども、その肝小葉の周りを取り囲んでいるのが、これが、肝門脈から来た動脈ね、これが肝動脈から来た、動脈ね。で、これらの血液がこの中に流れ込んでいくわけですね、ここね。で、この液体成分がこちらの方に染み出して、ここの細胞の中に染み出して、処理をされた後、最後ここに集められて、中央のところからずっと行って心臓へ戻っていくというわけです。もうちょっと拡大したのがここにありますけれども、肝門脈と肝動脈から流れてきた血液がビューッと染み出して、これらの細胞の中でいろいろな処理をされて、この後見ていきますが、逃げた子豚の処理をされまして、処理をされた後、血液はこっちへ行って心臓へ戻っていくのでございます。この過程で作られた、胆汁は逆にこの胆管を通りまして、胆のを通って、分泌される方向へ、戻っていきます。こんな構造をしております。逃げた子豚の一番最初、2ですけども、尿素の合成といいますが、アンモニアの無毒化だと思ってください。アンモニアというのは、アミノ酸を分解すれば必ず出てきます。アミノ基を持ったその酸ですから、アミノ酸ですけども、アミノ基、がありますので、そのアミノ基のところが遊離するとアンモニアになってしまいまして、これは非常に人体に有害です。で、このアンモニアをですね、オルニチンという化合物に結合させて、シトルリンという化合物にして、物質にして、で、アルギノ化学酸というのをちょっと通過しますけども、アルギニンというものにして、オルニチンに戻してあげる。で、この過程で、尿素が合成されて、これが比較的無毒ですね。で、この尿素を体内に一時的に溜めて、腎臓を通して、尿として排泄して、しまうわけですね。で、この回路、オルニチン、シトルリン、アルギニンの過程でアンモニアを無毒化して尿素を合成する回路、ここからこうだな、をオルニチン回路というんです。遺伝子の勉強した人たちは、1遺伝子1酵素説っていうのを勉強したと思うんです。赤パンカビのなんだか分かってるな分からないような、なんでこんなことになるのって分かりにくいお話ですけど、1遺伝子1酵素説のアルギニン要求株、あの時にオルニチンシトルリン出てきませんでした。あれの代謝と同じなんでございますけどね。おっしゃる通りにオルニチン回路っていうふうに思いますけども、覚えなくても構いませんが、とにかく、尿素の合成でアンモニアを無毒化しております。これ一つ目。逃げた子豚の二つ目、解毒作用でございますね。こんな毒キノコだとかですね、アルコールだとか、ドラッグだとか、私も今風邪ひいて薬を飲んでおりますけれども、こういう毒、いろんなものが消化管の中に入ってくるわけです。で、その消化管の中に入ってきたものを肝臓は一生懸命分解してくれるわけですね。一番注意を要するのはアルコールでございますけどね、特にこの表を見て分かる通りですね、急性アルコール中毒で運ばれる人はもうダントツ20歳代でございますので、ね、タガが外れたように酒飲んではいけませんよ。分かりますか。
でアルコール脱水素酵素ですとかアルデヒド脱水酵素ですとかアルコールを無毒化するための酵素っていうのは、できる、量が個人差があります。ですから全くお酒を飲めないという人もいますのでそういう人に無理やり飲ますのはそれは犯罪ですから、注意してください、ね。とにかく、肝臓の働きの2つ目解毒作用ね。3つ目タ単純の合成タが2つあるのでどっちからどっちでもいいんですけども逃げた小豚、タ単純の合成かで単純っていうのは、消化管に分泌されるこんなのかな、十二指腸に分泌されるですね、界面活性剤、脂肪を乳化させる、洗剤のようなものですね。油が食べ物として入ってきますけどそれを水の中で消化液の消化管の中でこうバラバラにして分解しやすくするための界面活性剤、バラバラにするっていうか水溶液中に、分散させてある、ねそういう仕事をしているのが胆汁なんですけどもこれが、胆汁酸というものと胆汁色素というものができています。で胆汁酸の方は後で見ますがコレステロールの、代謝産物なんですね。で胆汁色素っていうのはヘモグロビンの分解産物です。でヘモグロビンは、赤血球の中のあのタンパク質のヘモグロビンです。で赤血球っていうのは、この中で扱ってませんけれども肝臓で分解されるんですね。で赤血球の寿命は3ヶ月ぐらいしかありません。3ヶ月経っても君たちの体の中にある赤血球は全部分解されて入れ替わってるんです。でその時に分解されたヘモグロビンはもったいないので、ビリルビンという色素に分解、されましてそのビリルビンがこの胆汁色素になりましてこの混合物が胆汁になりますね。逃げた小豚のタ胆汁の合成です。逃げた小豚のコ、コレステロールの代謝コレステロール分かりますか脂肪でございますけども、体の中に消化管を通って入ってきた脂肪、この脂肪は、水に非常に溶けにくい塊を作ってしまうね。あの水の中だと油ばっかりがこうまとまりになってしまって塊を作ってしまうんですけども、それがまあ血液の中に入って肝臓の中に、取り込まれてきます。で血液の中に、コレステロールを放出しなきゃいけないんですけども、あコレステロールっていうのは悪いものばかりではありませんよ。僕たちの細胞膜、リン脂質二重膜の半分はコレステロールですからね。僕たちの体には必須です。必須の物質です。その必須の物質であるコレステロールを血中か、血液の中に送り込ませてやるんだけども、コレステロールのまんま入れるとこう塊を作っちゃうのでそれはできない。だから、聞いたことあるかな LDL とか HDL とかねローデンスティ、ライポパレポプロテイン、パテコとかですねハイデンスティライポプロテインパテコとかいうですね、LDL とか HDL とかいう物質にして、血液の中に入れてやるんですね。リン脂質の膜の中に包んでこれコレステロールが中に入ってるんですけどもでタンパク質でこう鍵を閉めたような形になってるんですがこういう、小さな粒パティコって言うんですけども粒を作るんですね。これが LDL とか HDL というやつなんです。でこれを作るのは肝臓の働き、コレステロールの単体を血液の中に入れるんではありません。 LDL とか HDL とかっていうようなこういう小さな粒にしてやります。これが血液の中に溜まりすぎるとこう動脈硬化の元になるんですね。でその動脈硬化の元になる主なものがこの LDL の方でございまして、こう血管の壁に、くっついて動脈硬化なんかを起こす。で悪玉コレステロールとかって言われますけれども、まあいいやそれはね、もうちょっと大人になったら気にするでしょう。それからこのコレステロールをさっき言いましたけども胆汁酸へ合成して十二指腸へ分泌してくれるというようなこのコレステロールの代謝っていうのも肝臓が行ってくれます。逃げた小豚の子でございます。逃げた小豚のブドウ糖の代謝、血液の中に入っている時にはねグルコース、血糖、ですけど、まあブドウ糖ね今ブドウ糖って言わないけどさグルコースでね逃げた小グータじゃなんだかわからないのでブドウ糖でいきますけど ブドウ糖でグルコースのことね。で血糖っていう血液の中に入っている時は、血糖と呼ばれますけども、これが溜まりすぎると貯蔵物質として肝臓の中などにグリコゲンとして溜めるわけですね。逆にグリコゲンとして溜まっているものを、グルコース足りなくなったら、ブドウ糖に戻すわけですよね。この時に、グルコースをグリコゲンに溜めるホルモンとしてインスリン、グリコゲンをグルコースに戻すホルモンとしてグルカゴン、膵臓から出てくるホルモンなどの勉強したかと思います。
これの代謝の場になっているのも肝臓でございます。よろしいですか。ブドウ糖の代謝、グルコースの代謝ね。最後、体温の発生。体温というか、まあ、体の中の熱を発生する一番、多くの熱を発生する臓器は、筋肉ですけれども、動くとすぐ暖かくなるよね。でもそれ以外に肝臓も非常に熱を発生させてます。私も風邪ひいてちょっと今熱があるんですけれども、体の中の、肝臓の状態が悪くなると熱が上がったり逆に下がったりというようなことが起こります。これは今まで見てきた化学反応が、起こる、その化学反応が起こることによって、化学反応の熱、反応熱が出て、それが体温の、維持に役に立っているというわけで、逃げた子豚の最後は体温の発生です。よろしいでしょうか。肝臓の働き、こんな風にして覚えてみてください。